クアンタン・メイヤスーは、フランスの哲学者、パリ第一大学パンテオン・ソルボンヌで教弁を取る。人類学者、クロード・メイヤスーの息子、簡単、メイヤスーとも表記される。メイヤスーは、高等師範学校で、哲学者のベルナール・ブルジョワとアラン・バディーの訓導を、受けた。バディーは、メイヤスーの諸著作、有限性の後で、の序文を執筆し、そこで、同書は、 近代哲学にとっての全く新しい選択肢を紹介するものであり、イマヌエル・カントの三つの選択肢、すなわち、批判主義、会議主義、独断主義のどれとも異なるものであると述べた。同書は、哲学者の例ブラシエにより英訳された。名野数は、史弁的実在論運動に関連付けられている。同書で、名や数は、ポストカント哲学が、相関主義と彼が呼ぶものに、 支配されていると主張している。それは人間は世界なしに存在できず、また世界も人間なしには存在できないとする立場であまり公言されることはない理論である。名や数によれば、これは不誠実な戦略であり、あらゆる人間のアクセスに先立って世界がどのように存在しているか、そしてそれをいかにして記述するかという問題を回避してしまう。彼はこの前、 人間的な現実を祖先に依然的領域と名付ける。死であるアラン・バデューが数学に対して関心を抱いていた影響もあり、数学は物体の近くにおいて現れる二次性質ではなく一次性質そのものに達することができると名や数は主張する。原因と結果の存在を疑う不可知論的会議主義者たちはそもそも因果的必然性など、 全く存在しないというラディカルな主張を取るべきだと、名野数は示そうとする。この主張により、自然法則が偶然的であるということそれ自体は絶対的に必然的であるという主張を、名野数は宣言することになる。世界は超カオス的であり、無矛盾率は保持されるが、重足理由率は打ち捨てられるのである。これらの理由により、名野数は哲学において、 カントのコーペルニクス的展開を拒絶する。カントは観察者である人間の条件に世界を依存させてしまっており、プトレマヨス的反革命を起こしたとして、名野数は非難する。名野数の論文のいくつかは英訳され、イギリスの哲学雑誌、コラプスに掲載されたことで、英語圏での関心を集めた。未観光の博士論文、L. イニヒシステンスディバインは、単調として、 出版を予定されている。2011年9月、名野数は、ステファン・マラルメについて論じた著作、レノンブルイラ・シレン、ウンディーキ・フリッチ・塾で、DAS でマラーメンをフランスで発表した。第2作目にあたる同書にて、彼は、マラルメの有名なし、最一滴を詳細に読み解き、テクストに秘められた、数的暗号を解き明かしている。名野数は2012年に、 ベルリン自由大学で行った講義にて、有限性の後で、で表明した見解のいくつかを、明確化した上で、部分的に修正している。フランスの分析哲学者、パスカル・アンジェルは、自弁的実在論と、その他の現代的実在論を扱った論考において、名や数の立場を、キッチュな実在論と予備批判的に反応している。名や数の、 有限性の後でにおける論証を分析した上で、アンジェルは、名野数の筆致が、傲慢だと述べる。この自己言及的な筆致のおかげで、名野数は、自分が反駁しようとする立場を自ら定義し、概念に対して自分が意図した通りの意味を与え、止められないとみなした議論を推し進めることで、抗眼無知としか言いようがない結論の真実性を、説得的に示すという、見事な技をやってのける。 パスカル・アンジェルによれば、名野数は盛んに相関について語るが、その相関とやらが一体どのような関係なのかについては何も語らない。それは物と思考の間の関係であり、伝統的に真理の対応説として定義されてきた理論だと考えたくなるだろう。しかし、名野数は真理の概念について論じることを注意深く避けており、また関係についてはそれ以上に触れないようにしている。 実際、相関主義とは、単に関東的批判主義の別名であるように思われ、そこから派生するすべての思想はその編集に過ぎない。そして、パスカル・アンジェルは、批判的分析を次のように結論づける。有限性の後で、の主張は、結局のところ、実在論の一種である、ある種の絶対的関連論に近いものだと言える。ありがとうございます。